ダグアルドリッチはアメリカ合衆国のスカロライナ州ーローリー生まれのギタリスト。現在はロサンゼルスを拠点として活動。高校卒業と同時にロサンゼルスに移りインストゥルメンタルミュージックという店でギターのレッスンの仕事をしていた。1980年代、元タイタンのカルスワンと元スティーラーのマーク・エドワーズが結成したライオンにマーク・エドワーズの誘いで加入。 ベースは、ジェリーベスト。ライオンは2枚のアルバムをレコーディングし、MTV のヘッドバンガーズボールでは、トップ20に入った。ライオン解散後は、ハリケーンや、ハウス・オブ・ローズでプレイをする。1990年に入り、カルス・ワンと共にバッド・ムーン・ライジングを結成。ベースに、イアン・メイオドラムにジャッキー・レイモスを迎える。BMR は、アジアとヨーロッパでアルバムをリリースし、 日本とヨーロッパをツアーした。その間にソロアルバム、ハイセンタードとエレクトロビジョンをリリース。BMR は1998年に解散をする。翌年の1999年、元メデシンホイールのボーカルキース・セント・ジョンとバーニング・レインを結成。2002年、ディオに参加。翌年からはデエビッド・カバデールからの推薦でホワイト・スネークにも参加。 2014年5月の脱退まで、デイビッドと共に、ソングライターとしても活躍、スタジオアルバム2作を発表した。また、その頃には、セラ・マサノリと親交を深め、ツイストの曲のセルフカバーアルバム、テラシ、ショマイナス、アコースティックアルバム、ジャカランダのレコーディングに参加した。2014年、レボリューション・セインツに加入。2015年、元ディープ・パープルのグレム・ヒューズと共に、 世界各地でツアーを行う。同年12月に来日。2016年ザ・デッド・デイジーズにリードギターとして加入。デビュー時から長くシャーベル・ジャクソンのギターを愛用。ジャクソンがフェンダー参加に収められるとフェンダーのストラトにチェンジ。そのストラトも最初はシングルのノーマルタイプだったが、その後リアにハムバッカーを搭載したモデルへと変遷。現在は スールのシグネーチャーモデルのハムバッカーピックアップをレスポールに搭載し使用している。過去ジャクソンに搭載したハムバッカーはセイモアダンカンの s a マイナス5カスタムだった。ディオ、ホワイトスネークではレスポールを使用。アンプはエングルやマーシャルのヴィンテージモダンである。またマジックボックスから共同作業によって作られたエフェクターマジックボックスダグアルドリッチロケットフューエルも使用している。 主な参加バンドのアルバム及び DVD このほか、ファンヘイレンや、オジい・オズボーンらの多くのトリビュートアルバムに参加。また、偽名で参加した、マーク・ボールズのアルバム等もある。ありがとうございます。